大丈夫ですか、リカ子さん。痛い。というか、どうしたんです、こんな時間に。物意味しなきゃ。それはこちらのセリフです、春明様。洗い物で遅くなった上に何を揉めていらっしゃるのです。ちょっと人助けを。知っております。無謀に走ろうとする織部義継をたしなめられたのでしょう。とてつもなく、そのお下劣な方法で。なぜいつになく状況理解が詳細かつ正確なんですか。お話をし損ねましたから、霧に身を潜めておりました。ああ、すみません。そういえばそんな話ありましたね。千恵美ちゃんとも話し損ねたや。宴の時は、ありがとうございました。ん？私を、くくることも、できたでしょうに。いやいや、僕は誰にも死んでほしくはないですよ。すみません。嘘です。いや本当なんですが、こうも思ってます。リカ子さんもメイコちゃんも死ぬところなんて見たくないって。それはどういう、どういう意味でしょうね。あ、一つだけ聞きたいんですが。何でしょうか。もしメイコちゃんが狼だったとしたら、リカ子さんはどうしますか。私が、共にくくられましょう。とにかく、大丈夫ですから。明日も元気なリカ子さんのドジっぷり、見られることを楽しみにしてますよ。春明様、何を一体。私は、ドジなんて、失礼な。じゃあ、また明日。僕がもうやったから、とは、どういう意味でしょうか。口から出まかせですよ。不思議系の物言いって、結構言いくるめやすいんです。私は、春明様が、荷車の手のものだとか、そんなことは思いません。むしろ、何と言いますか、この逃げ場のない霧を晴らしにおいでになった特別な方なのではないかと。こんな無双めいたこと、気持ちが悪いとお思いかもしれませんが、私も伝統やら信心やらに染まって生きてきたものです。テレビの中で語られる科学とか、そういったものには縁遠く生きてまいりました。ですから、迷信に脅かされている今、迷信めいた何かに、誰かにすがりたくなっているやもしれません。リカ子さん、
僕もそうありたいですが、残念、あんまり特別な人間でもなさそうです。でも、そうですね、そこまで信じてもらえてるなら頑張りますよ。はい。じゃあ今日はここで。握手？じゃあ握手で。約束です。明日もきっと会いましょう。いいえ。もし明日会えずとも、いずれまた、いずれのせいで、より穏やかなせいで巡り会いますよう。おやすみなさい。さようなら。リカコさん、僕も願ってますよ。信内さんのお守りは、
メイコには言って聞かせてありますので確認させてます。悩むならばメイコではなく私を。Thank you.
おお、みんな生きとったね。さあ、しっかり食べてくださいね。だから言ったろ、ヤス、臭いし。こんなバカらしいことに付き合うやつはいねえんだって。まあ、そうかもね。おい、何かな？なんだよこれ、何も起きねえじゃねえか。何言ってるの？すごいことが起きたんだよ。はあ？今日の宴でいろいろわかるよ。泡だらけだ。やり直し。うっぜー。よし君がお手伝いか。もう何年も見てなかった光景だね。うるせえな、知恵ね。さらに指で頑張れ頑張れとか後つけてんじゃねえよ。あ、バレた？でも残念、指じゃなくて唇でした。関節キスは約束だぞ。うわ、きったね。ひどい。知恵ね、私も引くわ。外で一体何勉強してきてるの？知恵姉のオリジナルだから。まったく知恵姉は不潔だな。てめえは何してんだ、カモシだ。僕も手伝いだ、レロレロン。汚れは舐めとってんじゃねえ。俺もやめるんだ、その需要はない。また見てくる。もういいんじゃねえか、おやさん。なんだ、たくみ。こんなことをやんなくてもよ、狼は人を殺す気はねえだろ。君はそこまで楽天的かねえ。事態は全く予断を許さぬ状況だ。何がだよ。昨晩はたまたま雲が指定したものを狼が襲おうとしたから守られただけだ。自分を除けば
雲が加護を使う対象として選べるのは14人。14分の1は百分率にして 7% 程度。その行幸に感謝しつつ、昨日進め損ねた宴による狼べらしを進めるべきではないのかね。お前、狼にされた連中が仕事を拒否した確率が 7% より低いっていうのかよ。ああ、 0% だと思っているね。お前やっぱ何か知ってんじゃないのか。今何が起きてんのかよ。ん？それは知らんが。じゃあなんでそんなことが言い切れんだ。そんなに事態を甘く見ていないというだけだがね。いいか、人間ってのは何もなきゃ平和な生き物なんだ。ふん、性善説かね。なんだか知らねえが、平和ってのはな、乱したら危険だから保たれんだ。守ってる限り大多数が安全だ。現に昨日の宴じゃ誰もくくられなかっただろうが、あの時にもあの場には狼がいたんだろう。それは希望的観測だと言うんだ。単に票を集め損ねて失敗しただけかもしれんだろうが。おっちゃんを守ろうとして票を散らしたのかもしれないしね。もっち、どういうこと？いや、僕とヤッスンと香織ママがおっちゃんに入れた後、誰も入れなかったじゃん。あと1票くらいは入りそうなもんなのに入んなかったよね。となるとオオカミがかばい合ったのかもしれないじゃん。じゃあそれより下にオオカミが？待ってよもっち、私がオオカミだって言うの？いやいや、僕は単におっちゃんに突っかかりたかっただけだ。ごめん。鹿持ちの迂闊な発言を真に受けないでいただきたいがね。そんな可能性があるのも確か。楽観視はすべきではない。だったら人が死んでもねえのに人を殺すってのかてめえは。もう死んでるって言ってるでしょ。なんなの、あなたの中では橋本さんは人間扱いじゃないの？うるせえな。あれは確かにひどい事件だったが、俺らの中の誰かが殺したわけじゃないだろうが。どうしてそう言い切れるのよ。狼の殺しと汚れは違うって言ってんだろうが。匠兄ちゃん、ちょっといい？